ボンボンアンジュは日本の女性アイドルグループである。ボンボンアンジュ上野公園水上音楽堂、上野アメ横を世界に PR するというコンセプトで2014年に結成。アメ横アイドル劇場設立に伴いプロジェクトがスタート。アメ横アイドル劇場が2015年9月で閉館した後は JR 岡地町駅南口にある岡地町パンダ広場や 松坂屋屋上ステージで定期公演を行っていた。2020年現在は新メンバー募集中で活動休止中。2014年9月オーディションにより選抜されたメンバー5人により結成。2014年10月18日、アメ横高架下,下で行われるイベント、占いナイトで初お披露目。2014年11月15日、アメ横アイドル劇場で デビューライブを開催する。2015年8月末に1期生が卒業。新メンバーのオーディションを開始。2016年4月10日、岡島チパンダ広場にて、現メンバーである鈴木美奈代と山影花の2名が、初ステージ。2016年7月、青井美和が加入。2017年3月、小川真央が加入。2017年5月6から7日、 台湾の台北世界貿易センターで行われた台北国際観光博覧会のメインステージ及びビジットジャパンキャンペーンブースにてライブパフォーマンスを行った。2017年7月、青井美和が卒業。2017年10月、小川真央が卒業。2017年11月、鈴木美奈代、山影花が卒業。2018年8月、 池田百が上野水上音楽堂にて初ステージ2019年12月池田百卒業。ありがとうございます。